家族団らんで正月の思い出を作りましょう。今年の抱負？そうね、記憶を取り戻すこともそうだけれど、あなたとの思い出をもっとたくさん作りたいかしら。うう、正月だからって食べ過ぎちゃったわ。もし太ったら、その時は一緒に走ろうって、あなたが付き合ってくれるならそれも悪くないわね。相変わらず前の私のことはわからないままだけど、それでも今の私は少しずつ確実に前へ進んでいると思うの。だって今の私を振り返ってみれば、確かにそこにはみんなとの思い出が足跡のように残っているのだもの。でも思い出が増えるたび、前の私を知ることが怖くなる。だから進めなくなった時は頼ってもいい？今の私を一番知ってくれているあなたに。私にお年玉？いくら妹みたいだからってそんなの悪いわ。それじゃあこういうのはどう？お年玉で一緒に美味しいものを食べに行く。決まりね。外も悪くないけれど、家で過ごす正月もいいものね。確かに何もしないのはそわそわするけれど、一緒にこたつに入るのは嫌いじゃなかったわ。私も美食殿の一員だもの。正月も食べ歩くなら付き合うわ。でも食べきれなくなったらまた手伝ってくれる？私みんなと正月を迎えられてほっとしてるの。ここが今の私にとっての我が家なんだって改めて実感したから。みんなで食卓を囲んで挨拶を交わして、それはいつもの日常とあまり変わらないけれど、変わらないことが続くのはとっても嬉しいと思ったわ。ここが私のいるべき場所にしたい。そのための努力をするのが私の抱負よ。だから今年もよろしくね。
お兄ちゃん。おせち料理、ネビアの分も用意しなくちゃね。